皆さんこんばんは、ドラゴンクエスト第5期初心者大使の松川貴則と申します。よろしくお願いします。さっきまでハヤシライス食べてたんですけれど、ここからですね、またレノホの創作に移りたいと思います。ハヤシライスには何も入れてないです。何も入れてない。よし。ちょっと待って。睡眠薬混入してない。マジで混入してないからね。本当になんか、ちょっと待って。やめよう。それは怖いぞ。その疑惑はマジで怖いからな。ちょっと待って。いや、危ない。違う。もしな、睡眠薬を入れるとしたら途中で起きるような睡眠薬じゃないと思うぞ。はい。いきますよ。いや、本当に。いや、でもそうでしょ。やるんだったら、やらないけどね。聞いて。やらないけど、やるん、もしも、ちょっと、いや、ごめんね、スルーします。はい、じゃあ始めまーす。はい。サーバー中に行きますね。やめて。怖いから、本当に。もう。送ってる。多分、どこかで気づくと思う。よし、じゃあ、レノホを探します。レノホ行きますよ。もう許してくれて。いいじゃない。ん？手紙？手紙見るか、そしたら。あっちか。あ、ほんと？でもね、どうしようかな。なんか、理由、きちゃんにもう一度送るか、一度会ってから送るか、ちょっと迷ってる。だって、受け取る。イブヒから来てる。イブヒちゃんから来てる。どれ。まっちゃんさん。待って。まっちゃんさん、数々の変態手紙ありがとうございました。厳正な審査の結果、破棄させていただきました。何卒今後もよろしくお願いいたします。受け取っておこう。あ、ゴールド来てる、ゴールド。よし。ありがとう。あ、ありがとうございます。アマルテアさん、ありがとうございます。と、ホワイトウッドが男さんってすごい。ね、検閲破棄なの。ガチ。いや、それは知ってた。なんか LINE で、ごめんなさい、捨てちゃいました。アンキモさんが、即捨てクソワロタって言ってました。よし。行きましょうか。さて、何も見つからない。さて、で、レノホがここにいなかったんで、とりあえずもう出ちゃいます。プクレットの村、ありがとう。あ、でも写真クエストみたいなの受けてたよな。また来るかもしれんな。さて、そうしてもなんかオーガの体格とこのプクリポの体格の差がすごいな。膝までの高さしかないもんな。さて行きましょう。こっちか。
Let's go。 いやー、それにしてもこのドルボード楽っすね。で、なんだっけ、どこだっけ、プクレット地方の今いる大陸で、プクレットの村、ポーポラ地方、キノコ山、オルフェア地方東、オルフェアの森、オルフェア地方西、リンクル地方、これしかないの？待てよ。銀の丘、風車の丘、キラキラ大風車と、メギストリス領、メギストリスの脈、メギストリスじゃね？なんかメギストリスっぽいな、これ。これメギストリスに行くっぽいな。そこが大国、ほうほうほう。じゃあメギストリスに行きましょう。あ、でも違う。メギストリスは、がさっきだったっけ？さっきまで行ったのメギストリスじゃなかったっけ？まあ、いっか。ちょっと待ってよ。さっきまでいたのが、さっきいたのがオールフェアか。だかメギストリスみたいな。よし、メギストリス。あれを、ちょっと待ってよ。これを拾いながら行くか。レッドベリー。あ、美味しそう。なんかメギストリスっていう名前なんかかっこいいね。なんか、エアロポリスみたいな。なんちゃらかんちゃらすっていう、なんかこう、名前の街とかすごく好きです。メトロポリスみたいな。なるほどね。メギストリスが拠点にしてる人が多いのか。お、なんかかわいい。ファーラット。ああ、避けられた。なんかすごくなんか悲しい避けられ方をした。まあ、避けるわな。多分俺でも避けると思う。たまに現実世界でいるけど勘弁してほしいよ。あ、そっか。普通にルーラーストーン使えばいいじゃん。そのまま行く。消えた。チャドのレイアーツが消えた。よし。行くぜ。ちょいちょい入れてごめんね。一旦こっちかな。行商人クラブ。あ、これもう行くんじゃね？これもうメキストリス行くんじゃね？プクレットの村。あ、違う違う違う。すごく違う。こっちでいいのかな？あ、こっちでいいよな。よし、行くか。そうなんだ。ほぼ同格。お、戦ってみるか、カメレオンマン。カメレオンマンってなんか、すごいな、カメレオンマンって。ね、名前が。なんか、でも強そう。あれ？どっかで見たことあるの？どっかで見たことあるな。なんか。いいや。とりあえず。えい。お。うら。ね、でもさ、カメレオン要素ないよね。思った。え、ブリストのコラボ武器とかあるの？すごい。同格相手がいるんだ。KBTIT さん。KBTIT 先生。一度お会いしてみたいものだ。おい、やめろ。おい、やめろ。ごめんなさい。怒られる。怒られるかもしれない。やめよう。なんかそろそろ、なんかさっきからなんかギリギリのラインを攻め続けるのよ。やめよう。やめよう。本当に。結構デリケートなのか。そっか、やめとこう。やめとこう。わかりました。やめましょう。危ない。ニョルエルの森、風車の丘、フェルアパン、リンクル。
わかった、わかった。ごめんなさい。もう本当にごめんなさい。もうやめます。もうやめます。許してください。よしよしよし。いや、絶対言わない。言えねえ、言えない。言えないです。ごめんなさい。本当にすいませんでした。最近ね、そうなのか。よしよし。トンブレロ。よいしょ。ああ、キャッホーさんがいじめられている。死んだ死んだ。よしよしよし。もう怖いから違う話。シルクソー。キャットバットだ。強そうだ。お、強そうだ。強そうだってことは、今は戦わなくてもいいレベルなの。じゃあ、行くか。グレードガード。ほら。一発いくらくらいなんだ。なんか攻撃してこなかったから、わりかし拍子抜けだな。押しすぎると出ちゃうのね。レベル上がったぜ。スイーン。見てみよう。でもまあちょっと行ってみようか、こっち側。わかんねえや。そうね、相手が強い方が戦いがいがあるね。それはすごくわかる。レッツゴー。キラキラ大風車塔。お、キラキラ大風車塔。なんかかっこいい。ん？なんかあんの？なんかあんのか？ざわざわっつって。なんかすごい簡単にざわざわ。おお、すごい。なんか、おお、すごい。なんかあれだね。なんかすごい風車すごい。あれ見れんじゃねえの？もしかして。ん？てか、なんか敵いるね。どれどれ。かなり強そうだ。かなり。すごくとかなりってどっちが強いんだろう。ちょっと行ってみようか。魔物の群れか。おお、行くぜ。とりあえずブレードが。痛い！痛い！うわ、地味に痛い。キャラメルになる方が眠らそうか。ホミオスってなんだ。あ、やべ。
キャラメルにも、あ、くそ、あれ、死ぬかな。キャラメルさん死ぬかな。待て、ここでキャラメルを殺されするのは悪い、まずい。あー、行っちゃった。あー、やべ。待て。ちょっと待て。メラミって、うわ、強っ、攻撃力強っ。面白い。狂気の沙汰ほど面白い。ここいいや。うら。なるほどね。やる、キャラメルが死ぬ。キャッホーさん頼みます。35、うん、あと2発。おー、あ、リュウキやべ、行っちゃった。おー、ウッディアイ倒した。よし、おい、来いよ、ベロニアゴ。メラミなんか捨ててかかってこい。ここでリュウキからフレンドが。俺、キャラメルか。うら。こんばんは。うし、まだ知らないの。タフだね。52? それは強くない？うらぁ！せいせいせい。なんか落とした気がする。でも ここ連戦やばいな。ちょっと逃げよう。で、道具、使うもの、魔法のこと。1個しかねえ。やべえ。出直すか。うん、ちょ、道なりに行きたいんだけどね、ちょっとね、風車みたい。ああ、そうなの？特別な鍵が必要なの？そっか。マジか、風車見たかったのに。あ、真ん中なの？どれ。ん？あ、じゃあ、そう、それ、あの風車塔もそうなんだけど、あのこっち側のあれを見に行けるのかなみたいな。あれあの風車3つみたいな。でかかったすげえでかかった。なんだそっちか。そうそう、風力発電的なね。何、プクランサフランって。プクランサフラン落ちてんの？わかんないけど、ケセランパサラン的なノリのやつでしょ。気球とかいるじゃん。気球あるじゃん、すごいね。時にはなぜか大空に。この人たち強いな。ああ、やめよう、危ない。僕こう見えて少年合唱団入っとってん。いや、少年合唱団っていうか高校合唱団だけど、うん、よし。メギストリス寮は下なのか。まあいいや、とりあえず大風車と行こう。いや、味噌汁じゃないよ。あの、気球に乗ってどこまでも知ったのは小学校だったけど。カラオケ枠は多分権利上無理です。難しい気がします。そう、小瓶確保したい。武器やん。
キアを、ちょっと待てよ。見て、道具屋こっちか。とりあえず道具を買います。MP を買います。アモールの水。とりあえず薬草を5個ぐらい買っといて。バザーの方が安いの。小瓶50円。魔法の聖水500円。そうか、魔法の聖水は高いのか。意味深だな。ごめん、やめよう。バザー、バザー。何、賢者の聖水とかあるの？めっちゃ MP 回復しそうだね。あ、でもバザーなくない？上にあんのかな？もう、入るか、そしたら。すごい、なんかこう、あれだね。なんか野郎一人で来たくないようなところだったね。さあ、てと。お、来た来た。お、預けるところがある。宿屋もある。バザーもある。あ、超えた超えた。よしよしよし。なんか違う気がするぞ。あ、てか、いるじゃん。おお、待って。あ、右ストレスじゃねえのかよ。なんだ、なんだよ。いね、ここにいんのかよ。メキストリス行かなくてよかった。マジ。超偶然じゃあ。あんたを探してたんだよ、あんたを。のどかでいい場所ですね。ここにいると私はどうしてあんなに一生懸命だったのかと考えてしまいます。いや、俺が一生懸命探してたんだよ。ぼんやり風車や気球を眺めていると、仕事に明け暮れていた時には気づけなかったゆったりとした安らぎが感じられるのです。ごめんね。そんなあなたを探してました。顔だけ見たい。顔、顔。あ、結構なんかがっつりした顔してるな。よし。え、蔵の方に頼まれて私を探していたですって。お電話を取らせてしまい申し訳ありません。確かに私がメダルオーナーの第二執事、レノッホでございます。ふむふむ、私が戻らないためにゴーレック様が責任を感じ悩んでいらっしゃると。そうでしたか。私としたことがゴーレック様に牢から出していただいたお礼も申し上げずに何ということ。牢に入っていた間に旅人たちから集めた小さなメダルのこともあります。わかりました。すぐ戻ることにしましょう。おお、戻れ。よし、戻れ。あ、そうなの。グレンの牢屋に捕まってたんだ。そうか、そうか。じゃあ、とりあえず一旦、レノホ捜索編はとりあえず終わったか。中入ってみよう。あ、中にあるパターンだね、これ。バザーが。どちらにせよ魔法の小瓶とかは必要だから買っておこう。えい。買いに来ました。でもどうせだったらそうだね。メギストリスまで見に行ってみようかな。じゃあ。メギストリス行ってちょっと見とこう。使うもの、消費。魔法の小瓶。単価の安いものかな。よっす、すごい。これが流通の合理化ってやつ。また、空港で5798円しか持ってない。もう5790円、もうダメか。よしよしよし。ほら、買え。99個買えるのか？おお、99個買える。ちょっと待ってよ。99個で750円だろ。ちょっとごめん。割り算していい？ 750 円を90。ちょっと待ってよ。ごめん。頭のいい人、ちょっと感情して。700。
750÷9 イコール8.、あ、3、あ、8円とかじゃ、いいじゃん、これで。パン。1つ当たり8ゴールドって書いてあった。そっかそっか。ごめんなさい。じゃあ1つ当たり8ゴールドの方が安いね。うん。じゃあ魔法の小瓶か。おっと、その商品はタッチの差や。おい、誰だ誰だ。 いや、ここら辺のやつか。ういーす。よし。まあいいや、99個あればとりあえずは大丈夫だろう。ちなみに他の魔法の聖水とかはいくらなの？ 1 個100円。おー。ほーん。あと5分か。よし、延長するか。延長。延長します。予期しないエラーが発生しました。予期しないエラーが発生しました。予期しないエラーが発生しました。もう一回いくか。あ、そういうこと？あ、これか。こういうことか。あ、OKOK。行きました。いけたいけた。よし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 。広告ありがとうございます。ありがとうございます。てかごめんね、日曜の夜にやっちゃって。日曜とかもう月曜だからさ、明日仕事の人とかいるでしょ。ごめんな。無理せずタイムシフトで見てくれてもええんやからな。よし。じゃあどうしようかな。消費アイテム。魔法の聖水。あ、あった、賢者の聖水。お、高い。さすが賢者の聖水。まあいいか、とりあえずここら辺。あ、やめよう。これを言うのはやめよう。やめとこう、やめとこう。もう、とりあえずこれ以上なんか危ない橋を渡るのはやめよう。今思いついたこと、一つなんかそういうことかって思ったんだけど、やめとこう。ああ、いや、でもこれ、いや、これはやめ。いや、だから、わかった。じゃあ、ちょっとだけ言う。あ、ちょっとだけ言う。やめとこうか。やめよう。ごめんね。ごめん、気になる人いるかもしれないけど。ごめんね。ごめん。やめよう。これ以上、とりあえず悪い方向に向かっても困る。マジで。わかった。じゃあ、わかった。じゃあ、あれだ。なんか、ほら。集合配信、一番最初の、ほら、種族決めるときとかに、りゆきちゃんが、ほら、ずっと賢者やってましたって言ってたじゃん。あのときなんかコメントがめちゃくちゃ、お、賢者か、賢者って言ってたじゃん。そういうことか、そういうことなのかと思ったんだけど、それだけだ。別に深い意味はない。よ。ああ、そっちじゃないんだね。よかった。わかった。もうやめよう。この話、はい。この話、やめ、もうやめよう、やめようぜ。もうやめようぜ。わかった、ごめんな。ほら、こうなるだろう。だから言いたくなかったんだよ。よかった。変な汗かいてきたから、そろそろ帰ります。よし。いや、ごめん。本当に変な汗かいてきたからやめようぜ。本当にやめようぜ。よし。何もよしじゃない。とりあえず、メギストリス行くわ。あ、宿屋行きます。さてと。ん？これか。レッツゴー。でも、あんまり騒がないでねって言われちゃった。あんまり騒がないで行きましょう。よし。休めた。あ、そうだそうだ。あれね。名声の話ね。パープな、かわいいな。3から5に上がった。よし。よしよし。案内係。
福引きあんの？ないよね。スペシャル福引きは1枚で1回。まだやってないよね。ほう。お裾分け。ほう。なるほどね。福引きがお裾分けになるのか。福引きあんの？結局。あるんだ。一回福引きをしてみよう。あ、福引き持ってねえよ。そっか、そうだ。それはそうだ。持ってないです。はい。現在、元気チャージが45時間ございます。すごい。なんだこれは。メタル迷宮招待券。ほう、そういうのがあるのか。一旦貯めとくか。よし。大陸ごとに景品も違うのか。そっかそっか。クエスト案内、イベント情報、ダブルすれ違い。サーバー移動、贈り物受け取り。贈り物受け取り、なんもないよね。ないですね。はい。経験値、あ、そう、これやりたかったんだよね。ストーリーやクエストを、でもな、これ、ナレーションだって取っといてさ、例えば戦士で倒して、剣、あ、剣じゃない、僧侶あげたいよって思う時とか、僧侶で受け取れば、経験値、だよね。いや、これ、預けるにしていいんだよね。預けとくわ。預けとこう。預けときます。はい。預ける。預けるね。はいはいはい。よし、行くわ。さてつ。よし。そうだよね。乗れないよね。決まるよ。こういうものには使い時があるのじゃ。よし。ドラクエ10は初プレイ。ドラクエ10以外のは初プレイじゃない。初プレイじゃない。ネトゲとか結構やってるからね。FF とドラクエは、これ、結構言ってるけど、あれや。ちょっと待ってよ。あれ、道具多すぎ？あ、私、道具持ちすぎ。FF のナンバリングは、8、9、ん？違う、8、10かな、がっつりやったのは。全部追ってんのは、8と10ぐらいか。あとはなんかこう、ちょいちょいなんか話を知ってるみたいなところはある。ちょっと待ってよ。メギストリス城。この階段を上り、廊下を東へ進めば、プーポッパン王の玉座の間がある。王にお会いするなら粗相のないようにな。王様の間じゃなかった。 まだ王様の間じゃなかった。そっかそっか。スタンプをね、進めてて、さっきレノホを探しにここに来たんだよ。レノホを探しにここに来て、レノホとさっき偶然ばったり会って、でも、まあ、ここまで来たんだからメギストリス城まで見に行こうぜ、観光で。今、ここ。そんな感じです。ここは玉座の間。プーポッパン王に謁見を望むならば中へ入るがいい。よし。観光で一国の王になる男。プーポッパン王。あ、見ちゃった。まあいいか。プーポッパン王、どうかお考え直しください。いかに魔性を退けたとしても、王を失えば我が国はおしまいです。でも、ここまで行ったんだから、なんかもう、あれかな、プクリポ、この大陸編のストーリーを先に進めてもいいかもしれないね。スタンプをやった後。
グレンもあそこまでやってるから。よし。うわー、ごほごほ。いいとよ。魔性に触れたこの身はもう長くは持たない。ごめん、全部スルーするからね。そういう、全部スルーするぞ。ならば最後くらい好きにさせてくれてもいいだろう。私も王にお仕えする前は、レンダーシアの地で魔性の脅威を研究しておりました。このまま何もせずにいれば、プクラン大陸各地に現れた魔性が大陸を滅亡に導くことは承知しております。ですが、何も王が儀式を行わずとも王家の血を受け継ぐ者はもう一人いるではありませんか。王子はこの国の未来を背負うも、わしは魔性に侵され死を待つだけでもいい。どちらが儀式にふさわしいかは明確だろう。しかし、くどいぞ、イット。誰が何と言おうとも、わしは王家の儀式を行い、魔性からこの国を守る。で、さっきのイケメンが来るのね。インチキ預言者って言われてるんだ。今、私とは大切な話をしているのです。席を外してくださいませんか。まあ、良いと。ステイル、久しぶりだな。さて、今度はどんな不幸な未来をわしに予言してくれるのか。運命とはあらかじめ定められたもの、僕の意思が選んでいるのではありません。おうほうほう。なんか変なこと言ったんだね。では、わしが魔性に侵され死にかけているのも、このプクランド大陸が滅びようとしているのも、すべて定められたことだというのか。ごほうごほう。そのお体ではもとより儀式の塔へ向かうのは無理でしょう。そうだね、無理そうだね。わしの体のことがお前なのに分かってたまるか。おうよ、塔へはいかぬことです。僕の予知では儀式の塔へ向かえば取り返しのつかないことになる。魔性の脅威からは国を守りたいなら、亡くなられたアルウェ王妃のノートを探すより他にないのです。アルウェ王妃のノート。いかなる願いをも叶えるという伝説のノートがまさか実在するというのか。アルウェ王妃のノートはこの国のどこかに眠っているはずです。そのノートさえあれば、王自ら命を捧げずとも、この国は魔性から守られます。ほん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 。ノートね。我が君、ポップーポッパン王、インチキ預言者を信じるわけではありませんが、試しにアルウェ王妃のノートを探してみてはいかがでしょうか。貴様までそんなくだらんものを信じるというのか、言ったよ。いえ、滅相もございません。予知もノートもデタラメだ。アルウェのノートなどあるはずはない。ですが、王よ、出て行け。ホステール、二度とわしの前へ姿を現すな。よし、延長します。シルバー使います。ありがとうございます。いただきます。いきます。旅人がどうした、わしに何用だ。キーエンブレムを求めてはるばるこの都へ参ったが、それはご苦労。ならばちょうどよい。そなたに頼みたいことがある。入れ。この者たちは近頃キラキラ大風車塔の儀式の間に恐ろしい魔物が住み着いたという報告はわしも受けておる。そこで我が国に集う精鋭たちに魔物を討伐してもらおうと思ってな。そうすれば安心して儀式ができる。王がそこまでお考えと。わかりました。では、私の部下たちも討伐隊として儀式の塔へ同行させましょう。討伐隊の兵たちが無事、塔に潜む魔物を倒したならば、もはや儀式を止め立てはしま、いたしません。すべては王の御心のままに。というわけで、旅人よ。そなたも一人前の証を持つことの腕前。魔物退場を恐れたりはすまい。魔物を討伐してきた暁にはキーエンブレムを褒美にくれてやる。どうだ、言ってくれるか。やりてえな。いいえってしたいな。ちょっといいえしてみようか。どうした、おじ気づいたのか。はい、やります。
そうか、やってくれるか。これで討伐隊は揃った。みんな一人前の証を持つ勇敢なる者たちだ。これなら魔物も一人一人だろう。討伐隊に申し付ける。風車の丘にあるキラキラ大風車塔へと向かい、儀式の間に潜んでいる魔物を討伐するのだ。そっかそっか。では、頼んだぞ。そしてこの衣装である。 そうだね、変だね。っていうところなんだ。そっかそっか。じゃあ、この国の問題は今、そのなんかすごく危機で、風車塔にいるモンスターをとりあえず退治しないと、ちょっとまずいっていうことなんですね。そうだね。たまに家で話が済むとビビる。っていうことを覚えておこう。っていうところで、多分今俺がそれをやったとしても、多分進めるレベルには達していないんだろうね。なんとなく。まだ終わってないね。とりあえずなんか多分なんか思うにね、フィールドの敵が、俺よりかなり強いっていう時点で、なんか、今戦うのは無理だと思う。なんかあれだね、ハンターハンターで、天空闘技場に行った時のなんか、ゴンとキルアみたいな感じだよ。そんな気がする。まだ念能力を覚えてない気がする。そういうことで、一回、もうレノッホに話しかけたんで、戻ります。ルーラストーン、オルフェア、ゴラックとラッカランカジノです。オルフェアかな。とりあえずオルフェア行こう。よし。